今ちょっとキヘリ巾着ダイが前に出てきたので早速餌をあげたいと思います。ねえ、今セレクトを落としていくんですけど、キヘリ巾着ダイが隠れちゃいました。セレクトね、ヘラルドサラサも動いてるかな。やっぱりね、キヘリ巾着ダイとちょっと染め分けやっこもね、真ん中であまり動きが良くないですね。ルリアコがちょっと動き出してるのかなとは思うんですけど、やっぱサラサゴンベ動いてますね、だいぶ。ベニゴンベがね、やっぱちょっとまだ動いてくれない感じがありますね。キヘリ巾着ダイも全く出てこないな。またもう一回撮影したいと思います。こちらも映像として記録していきたいと思います。セレクト入れていきます。食べてるね。本郷フグもいってますね。テトラミンもね、最近一緒に流してるんですけど、すみれちゃんが好きなようですね、神餌のテトラミンが。まあ、ハタタテハゼとかアケボノハゼもまあ食べてくれてるので、まあ、ここは並行してセレクトと神餌のテトラミンはこの水槽で流したいと思います。続いて、900-450 の水槽です。先に海藻70を入れておいて、セレクトをその後に100粒。これでちょっとベニゴンベもおこぼれがもらえるのかなと思ってあげてるんですけど、なんかね、あんまり遠慮して食べてない感じですね。やっぱり引っ越しもありなのかな、難しいな。ちょっとね、遠慮して食べてない感じがありますね。お昼頃にも撮影してみました。でちょっとキヘリ巾着ダイがね出てきているので入れてみたんですけど、これね、セレクトね食べてないんですよね。これね、ここまで出てきてるのに全然食べに来ない。まあシュアは食べないかな。やっぱりね、ヘラルド出てきてるけど、染め分けアッコが食べてない感じがありますね。今はクリルですね、クリル流してて、サラサゴンベはもう大丈夫そうやな。まあ、キヘリ巾着ダイもね、クリル食べるはずやねんけど食べないですね。ちょっとつついてるかな、下で。口に入れてもなんか吐き出してるなぁ。
神エサのテトラミンは食べてますね。ちょっと神エサをちょっと多めに流した方がいいのかな。食べてるな神エサ。で、染め分けやっこを撮影しています。で、新しい魚が入って、まあ、1週間ぐらいなんですけど、でなんか隠れるのが多くなってきましたね。前で泳がなくなってきました。またこれから気にかけていきたいと、思います。ね、テトラミンの餌あげる前に足尾さんが気になったので測ってみたんですけど、昨日黄色やったんですけど今日またオレンジが出てしまいました。いやちょっとね、餌食べてないからって言ってちょっと多めに餌やりすぎた結果こんな感じになったと思います。ちょっと今日は餌を控えめにしてこの日は終わりたいと思います。